はい、今度は呼吸法を使って具体的に免疫を上げていきます。これ寝る時の動作です。寝る前に行います。先ほどやったベースの1と2を使います。まず説明を行います。寝転がって寝る前の姿勢ですね。寝転がります。膝を軽く曲げます。その方が腰が楽になるポジションだからです。楽にしてベースの1と2、ベースの1と2というのは胸と腹を使う呼吸です。ベースの1は全体10にしてから3にして上下上下、この動作でしたね。2は胸で吸って腹に落として腹をへこませながら、この動作ですね。これを行います。この時大事なところは動きの中をできるだけスムーズに行ってください。あとはダイナミックできるだけ上げてできるだけ下げて、この大きな動作をやるようにしてください。でまず1と2を行います。10から3にして、はい、上正直呼吸を整えます。はい、次に胸で吸ってから腹に落として腹をへこませながら吐きます。はい、いきます。はい、次今やったベースの1、呼吸を止めて上下上下に動かす動作を今度は摩擦係数を多くして行います。この腹筋の力と横隔膜で押し合いをするような形にします。横隔膜で下げつつ腹筋で上げてやる、横隔膜で下げつつ腹筋で上げてやる、腹筋を締めます。その時腹筋がわからない方は手の重さや手の力を使っても結構です。筋肉と筋肉で押し合いをしてください。できれば摩擦係数を多くします。ではいきます。10から3で、はい、いきます。この動作をやっていると、これだけで体の中に熱が発生してきます。その熱を感じながら静息をします。第3、4番目。今度は最初のベースの2ですね。胸で吸って腹に落として、さっきは腹をへこませながら吐きましたけど、今度は胸で吸って腹に落として、この腹が膨らんだ感じをキープしたまま吐いていく。そうすると横隔膜と後ろの腸腰筋、これが緊張してきます。で最後の最後で腹をへこませながら腹筋で締めながら吐きます。また胸です。腹に移して、腹をキープしたまま吐いていく。最後のところで腹筋を締めながら吐く。最後呼吸を切るような形でやってもいいです。この連続ですね。ではやってみます。はい、行きます。胸から、
はい、今の体の中で発生した熱を感じながら生息します。最後膝を伸ばしてしまいます。もうリラックスした感じ、胸も腹も関係ありません。体全体で吸って吐いていく、ゆったり吸って吐いていく。で今体が発生した熱を吐く息とともに体全体に柔らかく広げていきます。熱が体全体指先まで気持ちよく広がっていくように。はい、実際にこの呼吸法は寝る前、布団の中でも行ってください。布団をかけてます。ですので熱が逃げません。体中の熱をよく感じてください。でそれが体中に気持ちよく広がっていく。それを感じながらあとは自分の寝たい姿勢で寝てください。おやすみなさい。